球の王子のスターシードか。全ての星の輝きを摘み取れ。全銀河のスターシードはこの手の中で輝くのだ。死に方最高。これで優勝校は決まりだな。ディレクターさん、ちょっと汚いんじゃないですか。何？麻布十番高校はアイドルのスリーレッツ使ってんですもん。これじゃ不公平です。誰君？私は姉ちゃんは学校が違うでしょ。バックれてればわかんないわよ。制服が違うだろ。じゃ脱ぐわよ。売れねえよ。なに？お騒がせしております。私がご説明いたしましょう。ここは銀河テレビ春休み特番全国対抗ドラマ合戦の収録中なのです。おじいちゃん見てる？これ生じゃないんだけど。つまり彼女は自分だけが違う学校なので一緒に出られなかったことを恨んでるわけなんです。だってホタルちゃんだって出てるじゃない。私はゲスト。だったら私は特別ゲストでしょ。仲間じゃない。自分で思ってるだけじゃないの。うさぎ、ごめんなよ。おお、何揉めてんのよ。申し訳ございません。スリーライツだ。何やってんの。ほらみんなご挨拶して。ご挨拶。誰その怪しい親父。バカ。この方はこの番組のスポンサー、一番偉い人。はじめまんと、私がスポンサーの株式会社バンザイさんだ。あの、おもちゃ会社の。ちゃうちゃう、うちはおもちゃ屋じゃなくておもち屋。もうよく間違えられて困ってんのよ。向こうが何しに来たんだっけ。あ、そうそう、君かわいい。今度別の番組で君を主役にしたドラマ作りましょう。本当ですか。みんなから仲間外れにされた孤独なヒロイン役。ずるい。いや、皆さんにもそれぞれに主役のストーリーを差し上げましょう。君たちには特別なオーラを感じるな、わし。よし、決まったところで次のシーン行ってみよう。はい、シーンナンバー99、乙女の騎士たちの壮絶な最後。君、ちょっと待って。何ですか。あの、わし思うんだけれども、最後はこうヒーローとヒロインの別れのシーンがいいな。
死にゆく王子を見とる最後の乙女の騎士。ああもういいねいいね。王子なんていないんですけど。もういいじゃんちみて。俺高校生じゃないですよ。いや衣装着て後ろ向いて立ってりゃ分かんないよ。マモちゃん、そっくり。マモちゃん、この子の恋人、今アメリカに留学中なんです。ああ、じゃあちょうどいいじゃないの。やりましょう王子様。お願いやってよ。うちの会社の宣伝にもなるんだから。宣伝？あ、バンザイさんだ。はい、じゃあスタンバって。そう、周りのみんなは死に絶えている。王子と乙女の騎士の壮絶な最後。はい、本番5秒前4、3。あ、王子。そんな顔をするな。私たちはいつも一緒だ。はい、この世が消えても二人の愛は永遠です。今一度君のぬくもりを。王子。この芝居もはや半分は現実。お前の愛する王子はすでに闇の中。気取ってないで次の仕事にかかれ。あ、はい、あのあと一言。この暗い夜、闇の中で死にゆく者もいれば、闇の中から生まれいずる者もある。暗い冬は終わる。漆黒の闇に閉ざされし憎しみの蝶よ、覚醒せよ、覚醒せよ。誰だ、眠りの中に侵入してくる声を。女王様、今再び銀河に生息する全ての命に憎しみと黒き欲望を与えください。憎しみと黒き欲望。さあ今その忌まわしい封印を解き放って差し上げましょう。この世界いよいよ汚れて復讐を放ち、行き交う者の面差しは皆死での旅路急ぐドクロがごとし。暗黒の美しき力知らしめた私は闇の女王クイーンベリル。クイーンオブダークネス。クイーンオブダークネス。かつて地球は我が一族の支配のもとにて栄えしを。しき月の光に焼かれ追われた悲劇の闇の女クイーンベリル。クイーンオブダークネス。クイーンオブダークネス。人間どもの心の闇なら自在に操る女王を
闇は我が棺となれり、闇は我が棺となれり。おー、なんということか、闇の支配者、闇の女王が自らの心の内なる闇の棺に横たわりて、無苦のままに生きながらえし、我が胸誰に分かろうか。お前のその無念、今こそ晴らすがよい。我が言い名付けエンディミオン様、会いたかったぞ、クイーンベリル。おいたわしや我が君。なぜだ。痛いのです。忌まわしき月の光に焼かれた体の種が。クイーンベリル。エンディミオン様、この焼かれた種は灰となり、いつもあなたの寝屋を探しておりました。幾千年あの小娘のいないあなたの寝屋を。なぜ、なぜあの時この女王をお見捨てになりました。クインベリル様、今のエンディミオン様はあなた様の敵ではございません。復讐の灰はあの小娘に。時代は変わったのだ。もうあの月の光に惑わされはしない。エンディミオン、あの忌まわしき小娘どもを消し去り、お前と共にこの星を治めようではないか。ご覧ください、あなた様の復活を祝って巨大な闇が天を覆ってまいりました。あの闇こそ我がダークム一族が復活する証。あの闇の中でお前の灰は情熱へと変わる。さあ、復讐の灰をばらまけ、伝説は変わる。女王様、何なりとご命令よ。皆の者、我ら一族の根性の恨み忘れてなるまいぞ。行け。エンディミオン様、復讐の灰は熱く燃えます。まずは一人ずつ、一人ずつ。下校時間となりました。用のない生徒はとっとと帰りましょう。用のある生徒は。何の用かわしに言ってみろ。教頭先生。そう、今日の見回り当番は教頭じゃ。We'll be right back.
何やってんの君たち、放課後は早く帰れって言ったでしょ。教頭先生、一緒にやろうぜ。いや今はこんなことやってる場合じゃない。稽古やるじゃん。そうか。私に無断で勝手に体操しちゃダメだぞ。はい、ワンツー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 。はい先生、みんな紹介しよう。新しい体育の先生じゃ。いや、マモちゃんに似てる。そんなわけないだろう。もう何でもマモルさんに見えるんだから。そこぐずぐず言ってない。たく今がどういう状況か分かっているのか。一昨日は科学室で、昨日は音楽室で、居残りの生徒が襲われているんだぞ。分かってます。犯人見つかったんですか。まだ。もういいから帰った帰った。はい、はいはい、さよなら。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 おい、お前何考えてんだよ。何って、さっきのスポンサーも教頭も同じキャラクターじゃないか。うそ、きちんと演じ分けてるじゃないですか。じゃあスポンサーやってみろ。万歳です。教頭は教頭です。あ、同じですね。たくお前どこで演技の勉強してきたんだ。5年間やってきて演技の引き出し一つしかないのか。ぐさ、食べていけないぞ。ガラガラガラ。そっちだって大して変わんないじゃないですか。はい、グッド。ウェンティーウェンティー。別人だろ。なんかずるいな。二人しかいないんだ、褒め合おう。次の作戦だ。お任せください。この頃私どうしたのかしら、何かが胸につかえてるみたい。すっきりしない。勉強してても楽しい時もいまいち盛り上がれない。不安、ときめき、恐れ、希望、ここら辺でぐるぐるぐる回ってるの。早く大人になりたい、でも少女のままで他の国へも行きたい。でもみんなと一緒にいたい。知りたい、経験したい、自分の力試したい。試せばいいじゃないか。あ、水野君、紹介しよう。新しい体育の先生でトニー千葉君だ。え、おい、ハーフなんですか。Yes, you, IQ300 天才ガール。天才ガール、Is it Japanese or English? Your language is very strange. I suppose you want to say I'm an incredible genius, don't you? ん？あ、水野くん、はい、人生は一回しかないんだ。自分の夢を大切にしなさい。 Your dream, big, big。でもみんなが悩んじゃいけない。バカな連中に足を引っ張られちゃう。ここら辺がぐるぐる回ってるだけだぞ。お前だけかっこよくないか。え、あ、アミちゃん遅い。だく近頃の女子高生はだらしないんだから。じゃあ水野、留学の件考えとけよ。留学？アミちゃん留学するの？まだ決まったわけじゃん。すごいじゃないか。おめでとう。おめでとう、アミちゃん。本当なんですか？あ、これから手続きをするところだ。水野なら推薦で一発だろ。頑張ってね。留学のことなら任せて、経験者よ。うさぎちゃん、なんて顔してるのよ。だってマモちゃんもいなくなったのに、今度はアミちゃんまで。せっかくアミちゃんの夢が叶ったんだぞ。そうだよね、突然だったからびっくりしちゃって。おめでとう、アミちゃん。うさぎちゃん、さあさあと決まるな。喫茶店でパーティー。いやー、今の姿どうしたの？セクタさん、
って。まさか。なんなの、まさかって。巫女さんだった。巫女さん、今悲鳴が聞こえなかった。君、学校にそんな格好で来るの？だってこれから仕事に。犯人は君だ。そんな。見ただろ。さあ警察に行こう。何すんのよ。何かの間違いです。姉ちゃんが犯人だなんて。犯人？今女子生徒を襲った犯人が巫女さんの姿だったの。それ私だっていうの？そんな格好したやつが何人もいるか。冗談じゃないわよ。状況証拠は不利ね。おせつなさん。まあとりあえず。あったの。逃げるのか。逃げはしないわよ。もっと冷静に。自分にかけられた疑いは自分で晴らすわ。見てらっしゃい。待て。ここは大人に任せて。心配するな。どうしよう。美奈子ちゃんが変なこと言うから。自分だって。それよりもみんなで真犯人を探そう。そうよ。犯人はまだ学校のどこかにいるかもしれないわね、うん、徹底的に探しましょう。先。分かってる。命に代えても真犯人を見つけ出すわ。セットアップ。キックアウトブラディミステリー。バカゲーター、噂よ、目も歯もないこと。仲間の名誉はみんなで守るわ。デイちゃんが犯人？シーンだな。関わるのやめましょう。ラッパリーダー、何か見つかったか。はい、 UFO の着陸跡に恐竜の化石、うん、スタンカーメンに100万ドルの財宝以外何も。そうか、その辺にあるものばかりだな。いいか、必ず犯人は何か証拠を残してるはずだ。よし、証拠を探せ。もうやめよう。私たちには関係ないんですから。いいや、何か気になるんだ。いいから探せ。はっ、探し物は何ですか。どれどれ。お鍋の中。はい、じゃかんの。静かに。はっ、あっ、リーダー、今思ったんですが、巫女の姿を見る。聞こえねえよリーダー。今思ったんですが、巫女の姿を知るということは、犯人は変装の名人だと思うんです。なるほど。ということは、この中に変装した犯人がいるかもしれない。え、この中に犯人がいる。お前らって、なんで僕なんだよ。怪しいじゃないか、そんな耳なんか。怪しい。
怪しい、こっちこそ怪しいぞ。マスクを取れ。どこがマスクだ。マスクじゃない。痛い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 な、お前。どっちか、どっちかが犯人だな。リーダー、リーダーのほっぺそんなに膨らんでましたっけ。生まれつきだ。どうも怪しい。よし、そんなに疑うならしょうがない。あの方法で決めよう。あの方法ってまさか金木星に代々伝わる3人の中で変装した犯人を1人だけ見つけ出すあの方法ですか。そうだ、やめましょう。死人が出ます。うるさい、行くぞ。いいか、詰まったやつが犯人だからな。おお、よし。まず惑星の名前。火星、水星、木星、金星、土星、天王星、海王星、冥王星、オット星。オット星そんな惑星はない。あるんだ、僕行ったことあるもん。どんな惑星。おっとりした惑星で、鼻でボール回したりこうやって。どうも怪しい。貴様が犯人だ。違うって。やり直し。ほかほか弁当の名前。ほかほか弁、のり弁、シューマイ弁、とんかつ弁、うなぎ弁、ステーキ弁、天ぷら弁、ミックス弁、ケン弁。ちょっと待て、ちょっと待て。ごめん、汚かったよ、うん、でもあるんですよ、そういうお弁当が。あるわけないだろう。どうも怪しい。貴様が犯人だ。違うって。よし、もうこれで最後の勝負。行くぞ。目の中に入れるもの。目薬。コンタクトレンズ。もうない。え、ちょっと待って。目薬。ちょっと待って。目薬。ベー。貴様が犯人だ。違う。俺じゃない。二つしかないじゃないか。あ、目やに。それ出るもの。もうリーダーやめましょうよ。この中に犯人がいるわけないんですから。そうだよね。だったらなかなかやらせな。は、次行ってみよう。もうあいつは嫌い。調子いいのよあんた。まず教頭先生、
の暗闇貫いて自由の大気駆け抜ける三つの聖なる流れ星。セラスターヒーラー、セラスターメイカー、セラスターファイター、セラスターライズ、天山スターシリアスレイザー。まず相変わらず何もできない選手たちね。ゴミは君たちに取っておいたんだ。何ですって？やめて。それよりさっきの敵は、この子の仲間に決まってる。何を言うの？やっぱり犯人はその子か。先生、証拠はこれじゃ。何かの間違いよ。出来すぎてる。姉ちゃん、じゃあ立つんだ。姉ちゃん、さあ来い。ねさぎ、姉ちゃん、ちょっと待って。気持ちはわかるが、これが現実だ。何にしても交渉子や証人が揃ってちゃう。まあ一般的には。あとは警察に任せるんだ。行くぞ。ウサギ、ごめん、一人にさせて。ウサギちゃん、お願い。さあ。ウサギファイター、私たちいつまでもこんなことに関わってる暇はないのよ。裏切りはどこの星にでもあることですよ。全ての仲間が裏切っていく。もうすぐあなたにもそれがわかるわ。あいつがやってくればね。行きましょう。しっかりしろよ。みんなの気持ちがバラ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 。元気出して。これは罠よ。私もう少し調べてみる。ダメよ蛍、あなたはこれ以上今変身できなくても、私だってセーラー戦士よ。蛍、ガキの森ばっかりだな。自分だっていいね、はるかさんとみちるさんは。うさぎちゃん、私もうどうしていいかわかんない。こんな時ももちゃんがいてくれたら。どうして、せつなさん、どうしてももちゃんは連絡をしてくれないの？毎日電話してくれるって、毎日手紙書いてくれるって言ったのに。うさぎのこと忘れちゃったのかな。じゃあどうして。信じるのよ。いくら離れていても、いつもあの人が微笑んでいてくれている。それだけで幸せのはずよ。愛は強く思う心。私ならそれだけでどんな孤独にも耐えていけるわ。黙って信じる愛もあるのよ。刹那さん、この世で宇宙より深い闇があることをお前は知っているか。それは人間の心の闇だ。あなたが？その闇の住人。時空が。せつなさん、うさぎ、何か来る。誰かが時の扉を。孤独の番人よ、お前こそ愛の亡霊だ。何？銀河一ゴージャスな戦士ギャラクシア。
燃え立つような勢い。お前が私の操り人形とも知らずに、めでたい女だ。本物のエンディミョン、いやタキシード仮面はスターシードを取られて消滅したってのに。今は好きなようにやらせてやれ。ギャラクシア様の野望のため使うだけ使われて。はい、おしまい。よいか、我々の目的はただ一つ、セーラー戦士のスターシードをすべてこの支柱に収める。そのためには一つでも熟していないスターシードがあっては困る。災いが来ます。もう猶予はなりません。セーラー戦士としてプリンセスを守らなければ。成長したい、早く成長したいのです。成長していただかないとお前のスターシードが手に入らぬ。今再び覚醒に導いてやる。そのための闇の蝶だ。ギャラクシア様、このエネルギーを、これは感じる。光の誕生、まさか火球。幾千ものスターシードを手に入れようと、あいつがいる限り、この銀河を完全に制圧することは叶わぬ。火球王妃、よいか、一刻も早くその輝きの目を摘み取るのだ。行け。We'll be right back.
あの方は現れない。すぐそこにいるような気がするのに。僕も感じる。じゃあどうして？本当に希望の光なんてあるんだろうか。あるさ。それを信じて歌い続けるんだ。歌ってるさ。いつだって必死に。すぐ戻る。せや、またあのお団子のところですか。何考えてるんだよ。あいつらに関わってる暇はないはずだろ。分かってる。だけど気になるんだ。せや、リーダー失格ですね。え、よせよ、僕がリーダーなんて。待て、あいつ、ここは十番高校か。なんでお前がここにいるんだよ。気がついたらここのスタジオに閉じ込められてて。うわ、こっち来たまえ、犯人。この教頭、偽物。何をバカなこと。あれ、教頭先生、よく見ると、ここのスポンサーに似てません？そう。あ、本当だ。多分、双子。あ、スポンサー、スポンサー、はいはいはい、あ、私が呼んでくるよ。あ、ちょっと待ってくれたまえ。スポンサー、スポンサーの兄貴、皆さんが呼んでますよ。あ、わしがスポンサーじゃが。全然声変わってねえよ。ねえ、あいつ耳悪いんじゃん。あーと、もうちょっとでいいから待ってくれたまえ。あ、サイン頼んじゃおうかな。あ、サインよろしく頼むよ。オッケー、サインね、はい、かっこいいね、やっぱり精神アースター言うだけ違うかな。はい、あれ、教頭は、教頭、あー、待ちたまえ、そっちは行くんじゃない、危険だから。ちょっと待ってくれたまえ、今呼んでくるから。教頭、教頭先生、今度は教頭先生を呼んでますよ。あー、ちょっと待ってね。あれ、あの兄貴、服がないんですよ。あ、いや、今ね、シャワーを浴びようと思ってたんだよ、君。あ、もう二人並べて見てみたい。見てみたいね。あ、二人、兄貴、二人ですよ。じゃあ、兄貴、見せてもらおうかな。はい。なんだね、君たち、また用事かね。人形じゃないかよ。バカ、おいしっけな、キック。あ、やられたって。何やらすんだよ。あ、兄貴、危ない、危ない、もうちょっとで死ぬとこだった。あれ、心臓の音が聞こえない。心臓ま、体がないぞ。ああ、もう勘弁してくださいよ。ごめんなさい。どういうことだ、説明しろ。あの、おいら演技の引き出しが1個しかないからうまく説明できないんですよ。説明してあげましょうか。バカも、そういうことか。教頭も生徒も偽物ってわけ。こいつら強敵よ。やれ、あ、やっちゃってください。待て、やっか、天王星を守護に持つ飛翔の戦士セーラーウラヌス、海王星を守護に持つ豊陽の戦士セーラーネプチューン、カリオ返しに来たよ。ふざけんな、ワールドシャンケン。逃げ足は速いな。やればできんだ。ありがとう。いや、俺足速い、オリンピック出れるよな。あれ、また一人ね。あとは任せたぜ。煮るなり焼くなりお好きなように。ああ、もう勘弁してくださいよ。おいらはあんたの味方。ブチ、ああ、もう切れたぞ。俺だって限界があるんだ。こんなに疲れてたな、もう脱いじゃうから。
ろう。気が済んだ。いやー、待ってください。もう今やりません。お願い。やった。うわしい風が舞ってる。ビルの上に見えるのは嵐のような暗い空。でもその上をたどっていけばたくさんの星たちが輝いてるよね。その下でマモちゃんはウサギのことを考えてる。何をしてても胸の奥はあなたばかり。 I miss you。 甘えてただけのあの頃よりもずっと深い愛が育ってるのよ。心の中で祈るだけで伝えないなんて。愛が寂しさを作ること知らなくちゃ大人になれないの。ドリーミーやろうエニモ。君の Leave me alone。
疑い待つ身は辛いよな。せいや、どうした、こんなところで一人ぼっちで。怖いの、何かみんなにとても恐ろしいことが起こりそうな気がして。何かあったのか。せいや、どうしたの。真犯人を見つけたよ。感謝してくださいね。あんた誰よ。勘弁してくださいよ。オイラはあんたたちの味方。まだ言うか。もういいよ、こんなザカを相手にしてもしょうがない。え、逃がしていただけるんですか。どうなってるんだ。どうなってるの。向こうでゆっくり教えてあげます。行こう。だってでもいいから。ありがとうございます。僕いい子になります。宿題もちゃんとやります。正義の味方にだってなるわけねえだろ。バーカー、一生恨んでやる。畜生、大勢で一人をいじめやがって。この弱い者いじめ。遅かったな。ご心配おかけしました。捕まったと聞いたが。あ、いや、あんな奴らをやっつけるのは簡単簡単。よし、あとはあのアミとかいう小娘だ。はい、留学先は真っ暗系の闇の中ってわけですね。奴らの気持ちをバラバラにしろ。心を一つにさせるな。はい。おあいにく様。何？愛と正義のセーラー組少女戦士。お前だ。え、しくじったな。君たちだけで大丈夫ですか。何だったら手伝ってあげようか。冗談じゃないわよ。お前たちの手なんて借りるか。やれ。私はギャラクティカ帝国最強の戦士、エンディミオン。久しぶりだな、月の女王。あなたは？お忘れか。お前の光に焼かれ、黒き闇へと葬られたこのクイーンベリルを。クイーンベリル、死ねえ。
校長。これで全てのセーラー戦士が揃ったな。ギャラクシア、ギャラクシア。こんなところにいたか、銀河系の負け犬ど。何ですって。早く逃げて。あなたたちがかなう相手じゃないわ。避けるな。サージェントのユーテラス、サーセンシブイッカリノ。このままじゃ全滅だ。みんなしっかりして。もうダメだ。諦めるな。お前たちのセーラークリスタル全ていただく。みんなダメだよ。希望をなくしてはダメ。チビチビ。この光は、この香りは、来てくださった火球王妃様。
1998年2月現在、我々の征服した星の数およそ2万5千。2万5千。南の猟犬座、東の蛇使い座、西の蜘蛛女座。我々はすでに銀河の8割を制圧した。制圧した。残るは太陽系を含む辺境の星々のみ。我々の使命は全てのスターシードを奪い取り、一刻も早くあの方を銀河の支配者に。支配者に。ハイネス、ギャラクシア。ヤクタたち、何をしておった。いつまで待たせるつもりか、この私。見るがいい、この銀河系宇宙をひしめく星たち、我にひれ伏し、まばゆいばかりに流れゆく銀河系こそ宇宙の中の宇宙。我こそがこの比類なき銀河の頂点に立つ王者たるべし、選ばれしギャラクティカ、生きてここに真の理想宇宙。気づくなり、気づくなり、我がギャラクシア様の志なる日も間近。必ずやセラピスタ奪い取ってお前に。もう待てぬ、あの太陽系ごとき詰まらぬ血筋に、なぜに手まとる月の守りに侮られぬか。欲もおめおめ煙って帰れたものよ。地球の戦士ども、思いのほか強敵。あいつらは後回しだ。一刻も早く火球王妃を倒せ。はっ。お前たちに与えた猶予、いつまでもあると思うな。行け。今よし、今にひざまずかせてやる。あいつを消さねば、忌まわしい光が蘇ってしまう。忌まわしい光、何をそのように怯えておいでか。お任せください。私とエンディミオン様の力をもってすれば、恐れるものなど何もございません。遊びはこれまで、準備はすで。ギャラクシア様、銀河征服の暁には約束。くどい。あんな星などいつでもお前らにくれてやる。よいか、私のやり方をよく見ておけ。力ある者が銀河を制圧する、それが掟だ。
スターライツ、これから過酷な戦いが始まります。その前に皆の気持ちを確かめておきたい。信じてない。全銀河を救えるのはあなたしかいないのです。お会いできるのを楽しみにしておりました。シルバークリスタルを持つプリンセス。彼女がシルバークリスタルを？その泣き虫が？信じられないけど信じましょう。ちびちびちゃん、ありがとう。あなたの光が私をこの星に導いてくれたのです。たのです。ちびちび、あんた何者？何者？に住む虫キャラとは。聞くがいい。私は全宇宙最強の戦士、セーラーギャラクシア。人間などという醜い生き物の存在を私は認めない。この星を守りたいのなら火球王妃を倒せ。地球の命はそれと引き換えだ。月のプリンセス、セーラームーンよ。地球の王エンディミオンは私のものだ。お前の大切にしているものは全て私が奪い取る。なぜ？知りたいか？ならばお前一人で私に会いに来い。待っておるぞ。エ
行かねばなりません。王妃、この星が消えれば希望の光もなくなります。なくなります。エンディミオ様、どうかご無事で。火柱が燃えてる。私たちの町がどうするのよ。このまま黙ってる気？潔を一人で行かせることなんてできないわ。アミちゃん、私たちだけで行きましょう。マーキュリー、今までの敵とはスケールが違うぞ。誰も生きて帰ってこれないかもしれないわ。あの人を守れるなら何も怖くない。あの人が消えてしまったら私たちの夢も消えてしまうのよ。行こう、私たちだけで。ああ、誓いましょう。誰でもいい、この中で一人でも生き残ってプリンセスを。マーキュリー、敵の本体はあの電波塔の上空よ。街が消えていく。みんなとここで出会って泣いたり笑ったり恋をしたり、みんなとの思い出がたくさん詰まったこの街、この星は絶対私が守ってみせる。なくした時に初めて大切なものわかるって本当だったのね。こんなお別れ来るなんて。少女時代が無邪気に続いてくはずないことも知ってはいたけれど、辛いピリオドここで打つのね。あの日ごめんねって言えばよかった、もっとありがとうって言えばよかった。思い出だらけのこの街を一人抜け出し戦いに行く。大切な大切な私のあなたたち、さようなら、そしてありがとう。あの日ごめんねって言えばよかった、もっとありがとうって言えばよかった。思い出だらけのこの街に二度と帰れぬ覚悟を決めて、私くわねうさぎちゃん、あなたの顔を見てしまって辛すぎて泣きそうだから、
お仲間はもう戦っておいでだ。キャオス、入り口はどこ？入り口は銀河テレビ局、そして出口は銀河の中心、ギャラクシーコルドロン。早く案内して。そんなに慌てないで、オイラはあんたの味方。その力であのコマンチキなギャラクシアをやっつけてほしいんです。敵の敵は味方っていうじゃありませんか。よしならばとっておきの情報、ギャラクシアの弱点は希望の光。希望の光、それとあのエンディミオンは真っ赤な偽物。ギャラクシアが作った泥人形なんですよ。あのこれ本当のことなんですから信じてくださいよ。ほらオイラの目を見て。わかったわ。その代わり仲間を守って。そんな力オイラにあるわけないじゃないですか。超強いんですから。あの一人くらいならなんとか。ありがとう。オッケー。早く案内して。覚悟はいいですか。それではグッドラック。月の女王クイーンベリル、約束通り私の正体を思い出させてやる。私の言い名付けであったエンディミオン様をお前は奪った。私がエンディミオン様を思い出したか。前世の記憶、太古の昔、地球と月がまだ一つの王国であった頃、私はエンディミオン様に会いたくて地球に舞い降りた。月と地球の住人は通じてはならんという神の掟をお前は破った。そうだ、月と地球の戦い、全ての原因はお前だ。あの人は私を守ってる。私が刺し殺した。グイベリル、そう、お前たち月の王国の者たちに体中を焼かれた地球の女王クイーンベリルだ。お願い、あんな恐ろしいことは二度と言え。今度はお前の番だ。待ちなさい。クイーンベリル、私の命ならいつだって差し上げます。王妃、ダメ、帰って。いいえプリンセス、私はもう逃げません。あなたには何の関係もないのよ。帰って。あなたを守ることが私たちの星を守ることになるのです。お前の星などこの銀河がなくなれば消滅する。そう、ギャラクシアは宇宙すべての生き物からスターシードを奪い取り、星たちのすべてを流星にして消し去っていく。あなたもかつてはこの星の女王、この星が愛おしくはないのですか。この地球が消えてもよいのですか。ギャラクシアはこの星を残すことを約束してくれた。お笑い草ね、あんな奴の言葉を信じるなんて。黙れ。お前は騙されているんだ。ならなぜ私を復活させた。お前たちを消滅させ、この星をもう一度私とエンデミオン様で。何をしておられる。早くこの者ども。エンディミオン様、その人は偽物よ。冷たい瞳、あなたはエンディミオン様じゃない。クイーンベリル、あなたは利用されてるのよ。エンディミオン様。ギャラクシア、その光は美しい地球を司るスターシード、タキシード仮面様。お前の名をつぶやきながら死んでいったぞ。ひどい、ひどすぎる。返して、マモちゃんを、タキシード仮面様を返して。タキシード仮面が殺されたということは、未来のプリンス、エンディミオンなど姿形もないわ。ギャラクシア、この男はその消滅した体の一部で作った泥人形。心などない。私の操り人形だ。
セーラームーン、スターシードを返してほしくば力で奪い取ってみろ。私は戦いに来たんじゃない。それが戦士の言葉か。お前のような奴を見ると虫ずが走る。死ね。おおひかけん。しっかりしてください。おおひ、運命に生かされ宿命に死ぬ。会えたのに、やっと会えたのに。信じるのです。最後まで希望の光を。希望の光。やだ。セイヤ頼みましたよ。セーラームーンを。信じ合った仲間が死んでいく。それを見るのは快感。ギャラクシア、お前も現実を拝んでから死んでいけ。この私の前では無力だ。さあどうする。このブレスレットをいただいて私たちの仲間になる。ふざけないで。あんたたちの仲間になるくらいなら死んだ方がマシよ。プリンセスさえ守れればこの命なんて惜しくない。なぜそうまでして。あの人は私たちの夢。夢。夢を守ることが私たちの使命なの。誰も信じることのない戦士、お前のような奴には永遠に分かるもんか。楽しんでから殺そうと思ったら私を本気で怒らせた。みんな、セイラム見るがいい。お前の仲間たちの最後を。
美ちゃん、姉ちゃん、まこちゃん、みなこちゃん、みんないなくなった。いなくなっちゃった。みんな私を守って。私だ、私のせいだ。違う、嫌だよ、もう何もかも嫌。泣き言を言うな。泣いても状況は変わらないわ。無理よ、あいつには勝てない。情けないな。そんなことだから自分たちのプリンセスも守れないのよ。あなたの言う通り、私たちにはもう何も守れない。そうかしら。もう守る人はいない。守る人、あとを頼んだぞ。私たちも行き場しかあったはずだ。誰でもいい、この中で一人でも生き残ってプリンセスを。プリンセス、私たちを見守っていて。いや、行かないで。これ以上大切な人を失いたくない。勝手に決めつけるな。ギャラクシア、僕たちが相手だ。あとの戦士たちはいらないわ。よかろう、その挑戦受けた。行くぞ、ギャラクシア。つもりだ。ギャラクシア様を尋ねしたい。邪魔するな。雑魚に用はない。ギャラクシア、私はあなたに利用されていただけなのね。当たり前だ、お前など私の使い捨て人形だが、それももう用済み。私のしもべとなるか、それとも。私もかつてはこの星の女王、誇りは失いとうございます。ならば黙って死ね。はい、あなた様を道連れに。タキシード仮面が殺された今、未来のエンディミオン様はない。ならばお前こそ我が恩敵。長生きだ。ギャラクタークラッシュダークパワー。地球の生き物とは面白い種族だな。ギャラクシア様、それでも我がギャラクティカ帝国の戦士か。考え直すなら今のうちだぞ。黙れ。その誇りに免じて、お前には尊厳な死を与えよう。ギャラクティカーサレタワーダークドームクローズ。助けて。同じ匂いがするから。誰かを本気で愛した時に初めて心の形が見える。あなたが愛したその人を、叶わぬままに私も続けました。
定めと信じた愛を無残な裏切りで殺められたら、好みを支えるのは憎しみだけ。私にとって憎むことは愛することを、愛の化身の憎しみならば、もう一度愛に返して、愛を乞うたこともない女に、この悲しみがわかるものか。わかりますとも、語らぬ愛も悲しいもの。あなたは時空の彼方にお逃げなさい。何？サイレントボール！どいつもこいつも笑わせてくれる。悪魔、あなたはプルーソンの名にかけて許さない。ガキは聞き合った。悪魔に魂を売るのも悪くないな。ウラヌス、そのブレスレットがあればスターシードを取られても生きていけるんだな。何言ってるの。どうする。あなたと一緒なら、たとえ地獄に落ちても。私の配下になる気か。賢い選択だ。有能な戦士もいるようだな。やめて。分かってるはずよ。これが僕たちの戦い方だ。リラの風吹くいざないか、おぼろみなものいよろんか、やって仲間同士で殺し合う、いい光景だ。お前も見るがいい、セラブ。みんなやれ。そんなことが。セラム、信じる心忘れないで。やだ、裏切ったな。お前たちに関係ない。嘘だよ、こんなこと嘘に決まってる。ブレスレットをはめた以上、こいつらは私の意のままだ。さあ、セーラームーンを殺せ。ウラヌス、ネプチューン。何？ダーシードを取られるのは貴様だ。私のブレスレットで操れない奴がいたとはな。バカな、スターシードを持ってない。愚か者。どうしてこんなやり方があなたたちの戦い方なの。偉そうなこと言って。バカよ、あんたたち
これから誰がセーラームーンを守るのよ。俺たちのプリンセス、この子には託せるわ。あなたたちの希望のすべてを。ネプチューン、ウラヌス、どこにも行かないで。本当におかしなやつばかりだ、この星の住人は。ギャラクシア、本当にこれで満足なの？同じセーラー戦士同士が傷つけ合う、そんなことが楽しいの？あなたにだって同じ赤い血が流れてる。本当はあなたも心の奥で傷ついてるの、そうでしょ？黙れ！黙らない！ならば死ね！あなたは私を殺せない。だって私あなたを殺すつもりがないもの。私はあなたが同じ人間だって信じてるもの。なんだと？お前の負けだ、ギャラクシア。お前どうやって？フルートが死ねばもう時空を守る戦士はいない。そうか、一人ではあまりにも寂しくて死にに来たか。本当に寂しいのはお前ではないのか。見ろセーラームーンを。仲間が皆殺しにされても憎むどころかお前を回収させようとさえしている。戦えば戦うほど惨めになるのはお前だ。そうかな？ならばこの私を憎むようにさせてみるか。どこへ行く？タキシード仮面様。私はギャラクティカ帝国最強の戦士だ。ふざけるな、お前ぐらい私たちが。やめて。こいつはギャラクシアの人形よ。スターライツフュージョンテンペス。それが銀河系セーラー戦士の力か。まるでそよ風のダンスだ。何？ギャラクシード仮面様。セーラームーン、どれだけお前に会いたかったことか。マモちゃん。楽になったらどうだ。おとなしくスターシードを渡してな。何をしている。戦えセーラームーン。できないよ、いくら人形でタキシード仮面様と戦うなんて。許せない。私を利用し、タキシード仮面を利用し、ギャラクシア聞いているのか。お前は分かっていない。この世が何でできているのか、この世界を作っているものは何なのか。よいか、愛をなくせばこの世は消える。ギャラクシア、お前はこの宇宙を消し去るつもりか。黙れ死に損ない。戦え。お前の非力さゆえにお前の仲間は全て死んだのだ。死んでなんかいない。必ずみんなに会えると信じてる。では会わせてやろう。闇の中でな。愚か者。クイメル。この宇宙を消してはいけません。月の女王よ、あなたが消えればこの世界はなくなる。なくなればもうあなたを憎むこともできない。今度は情熱の灰で、あの方を。インベリル、消えろ。我が使命はこの世界を消し去ること。セラム、手を出してはいけません。この戦いに宇宙の存在すべてがかかっているのです。
セーラームーン、お前さえ死ねば無駄な苦しみも終わる。私はまだ死ねないよ。私はこの世界が好き。泣いたり笑ったり、みんなと出会ったこの世界が大好き。だから私はもう一度みんなを取り戻す。そして誰よりも大切なマモちゃんを取り戻す。そんなに私が大切なら、お前の持つ全ての力を私にくれ。それが愛している証ではないのか。あげるわ、私の持つ全ての力を。瞳の奥にマモちゃんがいるよ。全宇宙に危機が迫っている。全てが崩壊し、残るは恐ろしき沈黙の世界。それを救えるものは何か。それは殺伐とした殺し合いではない。全宇宙を救えるものは、相手を思いやる優しき心、自らの命を懸けてでも愛する者たちを守り抜く勇気ある心なのだ。エンディミア様。フサ、負けるな、フサ。負けない。私は戦うわ。セーラームーン、マーキュリー。どうして？約束したでしょ。一人ぐらいなら何とかするって。ありがとう、ギョーズ。それより頑張ってくださいよ。オイラは皆さんのことを信じてますからね。さあ皆さん、ついてってください。チビチビ、この光はまさか希望の光。行くのです。星が生まれ、星が帰る場所、星たちの聖地、ギャラクシーコルドロンへ。してきました。長く苦しくやむことのない戦い。私はこの殺戮の歴史を終わらせるため、カオスを自らの体内に封じ込めたのです。そうするしかなかった。そうしなければ銀河を救うことはできなかった。しかし私の体は徐々に蝕まれ始めました。この体の全てがカオスに支配される前に、私は自分のスターシードをカオスの目の届かぬ銀河の彼方へと放ったのです。そのスターシードの化身が私です。そしてカオスに体中を侵食され、独裁者の道を歩んでしまった最強のセーラー戦士が。そんな伝説のセーラー戦士がいたな。ギャラクシア様、
何かが来ます。とてつもないエネルギーの塊が。ついに目覚めたか、あの忌まわしい光が。来たわよギャラクシア。傷つき全てをなくしたはずが、私への憎悪でそこまで眩しく力がみなぎるか。力がみなぎるのは憎しみのせいじゃない。愛するみんなとの未来を信じてるからよ。愛するみんなか。あれは奪った銀河中のスターシードだ。惜しければ戦え。戦うわ。戦ってみんなのスターシードを取り戻してみせる。ギャラクシア、王妃の無念今こそ晴らす。死ぬことなど恐れない。セーラームーンがいる限り未来がある。彼女のクリスタルに私たちは全てを託す。みんなスターレンズフュージョンテンペス。まだそれだけの輝きを持っていたか。その姿、あなたはセーラー戦士じゃない。黙れギャラクシア。ギャラクターインフレーション。やられるか。プリンセスを守れ。セーラムーン、全銀河を支配するために、全ての星の輝きには消えてもらう。なった。本当にありがとう。
あなたのことは忘れないわ。あんたたちは強い、偉い。やっぱりあんたたちを案内した甲斐がありました。あんたを信じた甲斐がありました。あなたもやっと自分の星に帰れるのね。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。ギャラクシアの体から抜け出させていただいて。私は星になり損ねたもの、そしてコルドロンの闇の星たちの支配者。私は今解放され、カオスという宇宙最強の星へと進化する。そのためにはお前のシルバークリスタルを飲み込み、この場所を原初の海へと返すのだ。受け継いだ子よ。私はこの海へと帰り、未来を、星たちの未来のいくつかを救ってみせる。ギャラクシア、セーラームーン、お前は同じ海から生まれた兄弟たちを消し去ってきた。兄弟たち、光の力を求めて銀河をさすらう邪悪な闇の化身たち、それはここから旅立っていったお前の兄弟たちなのだ。今まで戦ってきた敵たちがみんな同じ場所から生まれた私の兄弟。お前は光、私は闇。今再び手を取り合う時が来た。コルドロンに代わり、ついにこの私が全宇宙を支配する時がやってきたのだ。そんな、愛する人のために、仲間のために戦ってきたのに、今まで戦ってきた敵たちみんな私の仲間だなんて、わからない、もうわからない。ウサギ、レイちゃん、ウサギちゃん、もういいよ。ナコちゃん、もう楽になっていいのよ。ミナコちゃん、なーってこと言うわけないでしょ。我ら乙女の騎士団、人呼んで愛の正義のセーラームーン後ろの戦士。みんな、セーラームーン、セーラーギャラクシアの希望の光が私たちを解放したの。セーラームーン、誰も星の生まれる場所を消すことなんてできない。ここがあるから私たちは生き続けてゆける。何度でもやり直せるの。全てを捨て去る勇気と全てを受け入れる勇気、忘れかけていた無敵の力。迷わず戦え、ママちゃん。セーラークリスタルは私たちの希望だもの。王妃、私はもう迷わない。伝説の戦士と名にかけて私が全てを救ってみせる。うわ、私をバラバラにする気か。やめろ。砕け砕けたかけらでも星は地名を忘れない闇に一つ
すごい、この光の洪水は。コルドロンに散っていった戦士たちのセーラークリスタルが元通りの姿を取り戻して自分たちの星へ帰って行くのよ。これもシルバークリスタルの力？いや、この再生力は銀河中のセーラークリスタルが一つになったからこそ生まれたんだ。ウサ、もう絶対離れないよ。わかるか、セーラームーン。君が倒してきた敵たち、なぜみんなが君の力を求めていたか、なぜ君が君の力を必要としたか、それは君が愛する私を、愛する仲間たちを求める気持ちと同じなんだ。そうだね、私たちはみんな一人ぼっちの星だから求め合うんだよね。一つになりたくて一つ、それが私たちの始まりだから。温かい懐かしい匂いがする。クイーンベリルがいる、カオスもいる、みんなまだ生まれたばかりのスターシードだもん。また未来を作っていけるよ。永遠に続く愛の物語を作っていける。今ここに私たちがいて、あの空に星が、夢を持つ乙女よ、月の光に守られたプリンセスにして戦士。探してた君のこと、会えることを信じていた。本当なの？嬉しすぎて怖い。
闇の中から生まれいずるものもある。兄貴、はい。